ねじれた家は、イギリスの女流作家、アガサ・クリスティの推理小説、1949年に発表された。現代クルックド・ハウスは、作品中に引用されている、マザー・グースの同様であわず、A ・クルックド・マンの最終節の歌詞、ーリトル・クルックド・ハウスに由来する。本作は、無実は災難ムと共に、クリスティが自作の中で最も満足していると語った、作品である。 ねじれた家に住むアリスタイド・レオニデスが毒殺される。アリスタイドの孫娘、ソフィア、レオニデスの恋人のチャールズ・ヘイワードは、ロンドン警視庁副総監である父や、タバナー主任警部、そしてソフィアと共に事件を捜査する。やがてソフィアに、ほとんどの財産を譲るという遺言書が出てきて、さらに第二の殺人が起こる。2017年に、アガサ・クリスティねじれた家のタイトルで、 初映画化。英国では2017年12月17日にチャンネル5で放映された。一部の登場人物の設定が原作から変更されている。チャールズは外交官を辞め、私立探偵となっており、ソフィアとも別れている。また、父アーサーは何らかの事件で殺害され、犯人は見つかっていない。レオニデスカでは、ロジャーが次男、フィリップが長男になっている。 カッコ内は日本語、吹き替えロッテントマト図によれば、30件の評論のうち57、57%に当たる17件が高く評価しており、平均して10点満点中5.1点を得ている。メトクリティックによれば、8件の評論のうち、高評価は4件、賛否混在は2件、低評価は2件で、平均して100点満点中59点を得ている。 アガサクリスティねじれた家に関するカテゴリー、ありがとうございます。